改めまして水木亜希です。よろしくお願いします。銀座ウィラ物語ってさ、はい、あれ一番最初さ C チームだった。違います ね、最初の曲名が劇場のエメラルドという、あの曲目だったんですね。それあれ、それをちょっと変えて、うん、アプロテンジのライブでやったんで、その動画があるんですよ。あ、そうそうそう、最初で最後なんていうのがあります。そう、これは世に出ません。そうそうそう、そうです、そうです、覚えてます。それがまあ、題名というか曲名と中身の歌詞を変えて改めてその定一くんのレコードでこう出したっていうね。まあ本当はそっちを A 面にするはずだったんですけど、まあ定一くん的にはそのもう一つその A 面の夕暮れのソナタという曲があるんですけど、そっちが定一くんらしいということでそっちが A 面になって、カップリング曲がその A 面になるはずだった銀座裏物語。今日もね CD 物販ちょっとしているので、まあよかったらはい、お願いします。よろしくお願いします。カラオケに入って、あ、カラオケ、そうです、あのダムに夕暮れのソナタが入ってます。ここダム、いや、ここジョイサウンドですけど、ジョイサウンドにも入ってます。あ、じゃあできるよ。はい、え、いや、まだ多分あのね、機種によって違うんですって、ジョイサウンドの場合は、でしたので、はい、では今から、披露する歌、その銀座をやる物語を披露したいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
皆さん飲み物足りてますか？イエイじゃないでしょ。見た感じね、なくなってる方いますよ。あ、いっぱいあるね。気を使わずにね、取りに行ってね、自由に飲んでくださいね。次の曲は、次の曲はみんな知ってるであろう。あと書いてある、昭和歌謡でもないんですよね、これね。プリンセスプリンセスの曲で、プリンセスプリンセスになって最初にヒットした曲、平成元年に出てます。平成元年ですね。そうなんです。なので昭和ではないんですが、平成元年のプリンセスプリンセスからお届けしましょう。では聴いてください、ダイヤモンド。Let's go.